Oye. どういうことだ。きねえぞ。何それ。どうして、どうしてなの？
どういうことだべ？もちろん。うん。残念。アウトだよ。内通者だった。黒幕は我が一族の道場を人質に取ることで我に手先となるよう命じてきたのだ。我の代で滅ぼすわけにはいかぬ、そう思っていた。そして黒そこで朝日菜と生活を続けていくうちに我の決意は揺らいでいった。我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。我は決めたのだ。もう引かぬ、もうこびぬ、もう顧みぬと我は決心したのだ。お前とぷぷぷ、だが皆が我を恨むのも当然だ。それがお主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし、そう思っていた。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。だがそれも全ては我の責任。我が殺すのは我自身だ。
お主たちにはその価値がある。お主たちがどう思おうと我の大事な仲間に他ならないのだからな。でも、朝日奈よ、最後に謝らせてくれ。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな、朝日奈よ。おぬ必ず生き延びるんだ。しょうがないな。おっちょー、ダハハハハハ。プッププププダンガン。プッププププはにゃにゃ。そうだな。どうだ。うほー。イライラ。ほら。ふう。ふん。は？当然だ。何度も言わせるな。なんと。決まりだ。どういうことだべ？我らお仕置きしちゃうの？あららららら！
あのね、でも、それでも、どういうことだ？うん。ふぅ。あのね。朝日奈よ、Yeah!
あなたは。ドキねえ。おう。ゲードよ。なんだ。ありえん。黙れ。ごめん。あれ？校内法、ただいま、まもなくはでは。キレギリさん。そうよ。キレギリさん。だからそうよ。そっか。キレギリさんは。それは。
じゃあね。草葉むくろ。草葉むくろ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。草葉むくろに気をつけて。戦場むくろ。